えー、ことぶきエンタメ同好会いい、映画を中心にエンタメについて語ってます、ことぶきつかさです。さあ、今日ね、ちょっとお話ししたいエンタメニュースなんですけども、もこんなことあると、ちょっとね、本当不可思議というか、何がどうなってんのっていう、まあ、エンタメニュースなんですよ。で、いろいろ調べた結果、 うん、答えは出ないんだけれども、ちょっと分かってきたこととかもあるんで、まあお話ししたいと。えー、宮迫宏行さん、えー、地上波出演が白紙に。 そんなことある急展開に心情を取ろうという、まあ、ニュースなんですね。で、今、すごくこのネットニュースで、うわーってたくさんこの記事載ってるわけです。で、僕なりにちょっと調べたんですよ。で、どうなってんのかって、僕自身も不思議だったから。そうするとね、今日の動画、えー、答えは出ないです。 だから、こういうことなんだってことは言いづらいけれども、ただ一つ、ネットなどで囁かれている、今回、宮迫さんの地上波出演が白紙になった理由みたいなものが何個か散見されるんだけども、あ、それは違うみたいですよ、だとか。あ、それは僕が思うに違いますよ、みたいなことは、こう、お伝えできると思うんですよね。で、いろいろある中、今日、三つの おエンタメニュース、ネットニュースをちょっとこうピックアップしたいと思うんですね。で、まず一つ目、ちょっと読ませてください。 えー、2024年5月31日、宮迫博行が自身の YouTube チャンネルで動画を投稿。5年ぶりの地上波復帰が白紙となったことを報告したと。で、えー、宮迫は2024年5月28日、動画で5年ぶりの地上波復帰を報告していた。出演予定だった番組は、匠の教室、千葉テレビだったそうなんですね。で、芸能界を目指す、卵を業界の匠が応援するという、 前回の動画では、収録の様子も収めていたが、その件は白紙になったという。えー、これには宮迫も亡くなったそんなことある収録したのにとリアクション。長い間テレビ出てきたけど、初めてのことと明かした。僕、この宮迫さんの YouTube を見させていただきました。で、また、今回は匠の教室のプロデューサー、高島氏が出演、経緯を説明した。 収録を行ったのは4月23日。その後、5月13日にコンプライアンスチェックの会社に動画を納品。そして、5月22日に千葉テレビに納品。そして、えー、宮迫さんが動画で出演を報告したのが5月28日となる。だが、翌日、29日に千葉テレビからの放送の予定はないという発表があったと振り返ったと。 で、えー、今回は見送りになってしまったものの、諦めることはしないと強気な、えー、宣言も飛び出した。そしてアンチコメントに対しては、全然へこたれてない。あなたたちの言葉は響いてないと言及したということなんですけれども、ちょっとね、まあ、異例は異例だと思うんです。ただちょっと一つずつね、でお話ししていきたいんですけれども、まずそもそも宮坂さんが今回、えー、テレビ収録、 ま、あ終えたわけじゃないですか。で、それが、えー、お蔵入りになったと。で、長い間テレビ出てきたけど、初めてのことと。もう、宮子さんというならば、芸能生活も,も、35年ぐらいなんじゃないのかな。長いことやられてきて初めてだったっておっしゃってます。ちなみに、まあ、まあ、僕の経験で言うならば、えー、テレビ収録をしました。それが、なぜかお蔵入りになったって件は、え、2回あります。 僕は実は経験してます。で、本当の事情っていうのは僕には伝わってきてないんですけれども、なんとなくの事情は聞いてて、多分一つは、えー、まあ、いわゆる情報番組、ちょっとクイズみたいなのもちょっと含まれてた地上波テレビだったんですけれども、おそらく情報がちょっとこの、間違っていたとか。で、ん多分そこだけ買って、 とすればいいっていう問題ではなくなったっぽいんですよねええー、投資のーテーマがあって多分情報がいろいろ調べた結果あれ間違ってるかもしれないぞまあいわゆる今時のこの諸説ありみたいなところで言い切っちゃってる部分があったんでこれを放送するとちょっと間違った情報になってしまうということで多分お蔵入りになったんじゃないんですかね本当に僕なぜかっていうのはわかんないでもう一個は多分出演者の 方の件です。で、えー、僕は個人的に、えー、テレビ収録、地上派でしたけど、2回お蔵入りになってる。まあ、それはいいんですけれども、今回ね、収録を4月23日に行い、コンプラチェックの会社に動画納品してるわけじゃないですか。で、コンプライアンス的には問題ないってことになって、5月22日に千葉テレビにもう納品、 してるわけですよ。で、これちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、要は曲制作と制作会社が制作するテレビって、まああるんですよね。まあすごく平たく言ったら。だから、今回の場合、千葉テレビさんが自ら自社で えー、撮影、収録を行ったわけではなく、外部の取引のある制作会社が収録した。そして、このままパッケージとして放送してくださいというものをコンプラに、ね、チェックお願いして、で、大丈夫ですってなったから、千葉テレビに納品されてるわけなんですよね。で、しかも、5月22日に納品されてるわけで、えー、29日に、 千葉テレビから放送の予定はない。ちょっとラグもあるじゃないですか。で、ここでやっぱ思うのは、まあ、5月28日ですよね。宮迫さんが動画で出演報告したわけじゃないですか。で、その翌日に、まあ、放送の予定はないという発表がテレビ局側からあったということは、やはり、宮迫さんの、この、動画、YouTube 動画の反響で、 千葉テレビさん側が、あ今回、えー、見送ったっていう、まあ多分そういう経緯だったとは、あの、思います。で、ただ、ここすごく大事なところなんですけれども、僕も調べたら、要はネットでね、宮迫さん側が YouTube で、イサミヤシだったんじゃないかと。発表が。 だよは、なんでしょうね。なんか、んよくわからない風習の情報解禁ってあるじゃないですか。実際あるんですよ。で、なんでって思う時も正直ある。だよは、こういうなら発表しちゃった方が広まるじゃんと思うんだけども、いろいろな考えがあって、わかりやすく言うと、例えば、あアメリカの映画が、あ日本でこう、死者やりましたと。死者見に行きますよと。そうすると、エンバーゴという、 契約書にサインすることが最近増えてるんですね。で、これは何かというと、見たことを言わないでくださいだとか、えー、映画表はやめてくださいだとか。 ま、規約、ルールをね、こう提示されることが非常に多くなりました。で、これは、いわゆる情報解禁というか、まだ内容に関しては全世界で一斉に行うからだとか、えー、アメリカの完成広死者がまだ終わってないからだとか、いろいろな理由はあります。で、それを、お、受諾して、納得して、サインして、まあ、見るみたいな。まあ、情報解禁って非常に増えてるんじゃないですか。だから、ネットでは一部、宮迫さん側が、あ、情報解禁前に、 発表しちゃったから、えー、千葉テレビさん側が、ちょっとちょっとちょっと、待て待て待てとまだ解禁してないよっていうことで、えー、今回、まあ、お蔵入りになったというお話がありますが、調べたところ、どうもそれは違うらしいんです。で、どういうことかというと、もう話し合いもついていて、制作者側からも言われていて、 あと、時期的にも、ああ、宮迫さんというキャラクターは置いといて、それを発表することに問題はなかったっていうことらしいです。ただ、一つ、これはあのー、想像の域は超えませんけれども、制作者側のね、先ほど出てました、えー、プロデューサーの高島さん、多分あの、制作会社のプロデューサーだと思いますけども、今回の経緯を説明してましたが、宮迫さんの大ファンだったと。 で、宮迫さんに出演していただきたいというオファーをして、で、宮迫さんも快諾したわけですよね。だから、高島さんの思い入れは非常に強かったわけです。で、本音を言ってましたけれども、やっぱり宮迫さんが出演するということで、視聴率。 要は話題にもなるし、数字も取れるんじゃないかなと。それはまあ、テレビプロデューサーさんだから考えるわけじゃないですか。で、どちらかといえば、高島さん側が、もしよかったら告知してください、みたいなニュアンスを、宮坂さん側に伝えてたらしいんですよ。そうすれば、宮坂さん側は、じゃあ YouTube 撮りましょうと。そうすれば、あまあ、数万人、数十万人、下手すれば何百万人っていう方に、 まあ動画を込みで伝わるということで、ここウィンウィンだったみたいなんですよね。ただ、この関係性において、千葉テレビは関与してないわけですよ。千葉テレビは納品されたものを、 放送するだけだから。だから、多分このニュースを見た上で5.28に宮迫さんが動画出演報告して、翌日の29日に千葉テレビから放送の予定はないという発表があったということなんですけれども、まあ、後のちょっとあと2つ、ちょっとネットニュースあの読ませていただくんですけれども、多分、あの、視聴者からの、まあ、クレームというか、 まあ、宮迫さん非常に人気者ですけれども、正直闇営業問題があって、まあ、アンチな方々も多いわけですよ。もちろん、応援している方々も多いんですけれども、そんな方々が宮迫さんの YouTube を見て、おい、そんな裏側流してんのか千葉テレビ、まあ、反射と、関わりがあった人物を地上波テレビに出すのかみたいな、まあ、クレームがあったというのは、察しが、まあ、一応つきます。で、二つ目。 ま、同じテーマなんですけれども、ちょっと、エンタメニュース読ませてください。えー、先ほどと、まあ、この、重複する部分もありますけれども、宮迫博之さんの地上波復帰消滅の疑問。 元テレビ制作者への取材で見えた問題点と、まあ宮坂川テレビ局側の言い分というね、エンタメニュースがあるわけです。で、まあ雨上がり消し隊、元雨上がり消し隊の宮坂さんが、まあ地上波テレビで出演することをまあ報告したわけなんですけれども、千葉テレビ側が当番組の放送の予定はないと否定したと。まあいわゆる出演会がお蔵入りになったってことじゃないですか。でね、宮坂さんは、え、匠の教室という番組、 6月3日放送会のゲスト出演する予定だったとアナウンス。まずこの段階で考えてほしいのは、めちゃくちゃキンキンに放送が、まあ、なくなったんですよね。これは異例ですよ。だって何もう5日6日前にテレビ局に納品したその回が放送されなくなったって、まあかなり ま、異例ですよね。で、同番組の公式ホームページにも6月3日第9回の放送ゲストとして宮迫さんが出演いたしますと明記されてた。な、要は番組ホームページ公式でももう発表されてたんですよ。 ってことはね、前提で考えると、先ほどもちょっと言いましたけれども、宮迫さん側が YouTube でイサミヤシ的に発表したんじゃないかっていうことは、ま、ここでも否定されてるし、ま、プロデューサーの方も実際に、ま、拡散をお願いしてるみたいなところもあったんで、そこは宮迫さん側に僕は落ち度はないと思う。だから、その、裏側の部分、だ要はその収録の裏側の部分とかって、結局なんかの放送側からすると、やっぱりこう、握っていなきゃいけないもとも、あ、こともあるから、 だからそのあたりで、千葉テレビ側からするとそこまで放送してくれ、配信してくれるなよって思った部分はあるかもしれないけど、それが、 うん放送中止になるっていうのはちょっと、うん、画点がいかないんですよね。でえ、各メディアの報道によると、千葉テレビ側は番組の制作会社によって収録が行われたことを認めながら、関係者は同放送会の出演者と企画内容について事前に聞いてなかったと言われている。まあ、ここがね、すごくね、気になるところで、要は先ほども言いました、制作者側が、 まあ、収録を終わったわけじゃないですか。でね、宮坂さん、やっぱり地上波テレビに復活ってことでかなり話題になるし、それこそネットニュースになる案件だと思うんですよ。出演してたとしても。っていう時に、その、さっき川島さんでしたっけ要は制作会社のプロデューサーの方が、事前に千葉テレビの方に言ってなかったのかなっていうのは、ちょっと と、うーん、画点がいかないというか、千葉テレビ側の方も、しかもあ、千葉テレビに納品してからもう数日経ってるわけじゃないですか。だから、その、テレビ局側もチェックするんじゃないかなっていうふうに、ゲストが誰ぐらいね、チェックするんじゃないかなって、おそらく、千葉テレビの方が全員知らなかったってことはなかったと思うんですけれども、まあ、関係者は、あ放送会の出演者と企画内容について事前に聞いてなかった。だもしかするとですよ。だ 今日は、その、宮迫さんのファンの制作会社のプロデューサーさんが、やっぱり宮迫さんを事情波復帰させたい、そして話題にしたい、視聴率も取りたいっていう思いがあって、これを事前に千葉テレビ側に、えー、許諾を取り、もう宮迫さん出しますよ、と。 うちありますよって言ったら、いろいろなハレーションが起こるから、後出しじゃんけんとは言わないけど、だって納品してるんだから。ただ、まあ、こちらでことを進めた上で、コンプラ会社にも OK 出た上で、さあこれでお願いします。大丈夫ですよねっていう状況だったかもしれない。だからもしかすると、千葉テレビ側も困惑したかもしれない。要は上層部とかはおい大丈夫かと。 コンプラは、ああ、会社は OK って言ってるけども、今ここで、えー、宮迫さんを出演させることはい、いかがなものかっていう会議みたいなのもおそらく開かれたでしょう。ですると、宮迫さんの YouTube で、えー、出演しますと。で、ちょっと撮影の裏側はこんな感じですって言ったら、えー、視聴者から、おいどうだ、どうだ、どうだっていう、こういう、まあ、いわゆる、まあ、クレームもおそらくあったでしょう。っていうことがこうあった時に、考えた上で、いや。 この番組に宮坂さんを出すべきかどうかっていうことで、 ま、今回白紙になったっていう、まあ、経緯なんだろうな、なんていうふうには思います。で、ちょっと続けます。加えて、宮迫博之さんが同放送会をフライング告知したことが局内で戸惑いを生んだとし、制作会社に事実確認。その上で千葉テレビ側は5月30日に文章で放送される番組の内容は事前に当社内で審査をしております。外部の制作会社が制作する番組については、番組の内容や出演者などを事前に 通告していただき、当社内にて協議した上で制作していただくことを関係者にお願いしております。と説明。さらにテレビ局側は宮迫博之が YouTube チャンネルで事前告知することなども伝わっていなかったとしている。ちなみに番組ホームページにも、えー、制作会社が運営していたとのこと。ここがすごく大事な点だと思うんですよ。だから僕ね、思うのは、 宮迫さんと千葉テレビの問題じゃない気がするんですよ。だ要は、制作会社と千葉テレビの問題というか、まあこの見解の相違なんじゃないかなっていうふうにまあ思うんです。で、先ほども言いました。 えー、5月30日の文章で放送される番組の内容は事前に当社内で審査をしております。外部の制作会社が制作する番組については番組の内容や出演者など事前に通告していただき当社内にて協議した上で制作していただくことを関係者にお願いしている。だから多分ここが千葉テレビさん側からするとちょっと待ってよと。もう収録する前に 今回の匠の教室という番組のゲストに宮迫宏之さんをゲストで出しますというお話を制作会社側が千葉テレビさん側にお伝えしてたのかもっと言うとその千葉テレビさんの例えば番組プロデューサーなどの方にはお伝えしてたけれども上に上げていたのかどうかっていうのが 多分ここちょっと疑問が残るところなんですよね。で、あと、先ほどここにあの、ありましたよね。だから要は、ほら、あのー、事前にさ、その、あの、宮迫さんがこの YouTube みたいなことでフライング告知したことが局内で戸惑いを生んだと。だここも宮迫さんからすれば、制作会社のプロデューサーにはむしろ告知してくれと。で、要はこの、視聴率も、 呃、取りたいからあ、できれば拡散してほしい、宣伝協力してほしいって言われてるから、宮迫さんは自分の YouTube で、もちろん自分の撮っても大きなことだし、宮迫さんずっとね、地上波復帰が目標だっておっしゃられてましたし、まあ、まあ、ひいては、まあ、あの、アメトークのね、あの、ポジションに戻ることが自分の夢だ目標だって言われて、その一歩じゃないですか。だから、制作会社と宮迫さんは、ウィンウィンなんですよ。ウィンウィン,ウィンなの。ただ、 ここに書いてあるように、フライング告知したことを局内でだから、ここ間違っちゃいけないのは、要は制作会社側じゃないのよ。これ、一般的にはちょっと一緒に考えちゃうんだけど、さっきも言ったように、制作会社とテレビ局っていうのはもう、今回の件に関しては別発注だから、これはセパレートして考えなきゃいけないのね。 だから、多分その裏側みたいなところを YouTube で回すよって言ってたのが、千葉テレビの,この全員というか上の方には伝わってなかったから、で、そこにもちょっとこのいぶかしがあるこの上司がいるかもしれないし、だからめちゃくちゃボタン、小さなボタンの影違いが、なんか無数にちょっと今回あるように気が、がまあまあするんですよね。でね、ここ。 番組放送日まで1週間を切った段階で、かたや出演している、放送される、かたや放送予定はない、と主張が食い違うことが起こり得るのだろうか。その点について、まあ、元テレビ制作者が聞いてると。で、私も聞いたことがない出来事ですと見解語っているということなんですよね。で、元テレビ制作者の方がインタビューで答えているのは、出演者や企画の内容を全く知らないまま、 話が進んでいたと声明を出したところって言ってますね。 え、千葉テレビがどういった体制で番組を作っているのかわかりませんが、と前置きした上で、確かにテレビ局側から番組制作を依頼されている制作会社が主導権を握って番組を作ることはあります。それはありますね。で、それでも基本的な流れとして、テレビ局内に企画内容が全く通ってない状況で収録から放送告知まで持っていくのは私の経験上ではちょっとありえませんと。で、言い方は良くないですが、晴れ物として扱われているタレントさんを出す場 はは制作会社としても特にに慎重になりますすそそれはそうですよね宮迫さんがね、番組出るって言ったら、いわゆる闇営業問題もあって、地上波復活してない、今ネットもざわざわしているみたいな時に、急に出演されるってことになったら、それは当然この話題にはなりますもんね。 で、局の上層部やコンプライアンス部門が目を光らせることも分かっている。よほどイケイケな番組制作者なら独断でやっていく可能性もありますが、と。で、匠の教室という番組ね、TKO の木本さんが出演するなど、攻めたキャスティングをしていますが、それでもさすがに宮迫さんとなれば、かなり有名な方でもありますし、世の中の注目度も考えると、事前に何らかの話を局に通すのは当たり前、何もなく収録するのは想像できない、番組を作っていたのが外部の 制作会社とはいえ、テレビ局側が事前に全く聞かされていませんでしたは、無理がある気もしますと、まあ、首をひねるということなんですけれども、この匠の教室という番組に TKO の木本さんが、ま、出演していたということなんですよね。だから多分僕の感覚で言えば、この制作会社のプロデューサーの方が、まあ、木本さんも出演してもらったと、まあ、木本さんも、まあ、正直この、あの、いろいろあったわけじゃないですか。あの、問題がおお起こったと。 で、えぇ、ー、出演 OK になったって。それが OK になったから、多分宮迫さんも OK だったっていうふうに、まあ思ったんでしょうね。なおかつコンプレ会社も通してるわけだから。ただ、前回のその木下さんのちょっと、件もあった上で、えー、もしかすると千葉テレビ側に大丈夫でしょうっていうことで、しっかりした情報が、あ上の方も含めて、 伝わってなかったかもしれないですね。ちなみに番組を作るにあたって、プロデューサーという立場は2種類存在すると。一つは現場などの演出面を取り仕切る、うん、制作側のプロデューサー。もう一つがコンプラなどをチェックするテレビ局側のプロデューサー。本来であれば企画段階を含めて、この両プロデューサーがやり取りを行う。番組制作を進行させていいかどうかは、局内のプロデューサーの判断が重要で、まあ確かにその通りですよね。えー、そのテレビ局側のプロデューサーが上層部などに折り合いをつけて、 だから僕は今回の問題ってこの折り合いがつけるというか折り合いをつけようとしなかったんじゃないかなっていう風にもちょっとこう思ったりもしますけれどもね。まあ、えー、いろいろこうネットニュース続くんですけれども。でね、もう一つ言いたいのは、えー、っとね、あれですよ。あのー、今回の件でね、まあ陰謀論じゃないけれども、えー、宮迫さんがもともと所属していた吉本工業が えー、千葉テレビに圧力をかけたんじゃないかなっていう意見も、うん、何個か見ました。で、これは僕は全く知らない。全く知らないけれども、それはないでしょうって思います。これ、答えは簡単。今、こんな状況の時に、吉本工業から、まあ正式になのか、まあ裏でかわかんないけれども、千葉テレビさんに、ちょっとちょっとちょっとと、うちの元芸人の宮迫博之を出すなら、 うちのタレント引き上げますよっていうか、婚輪際オタクとは、えー、お仕事しませんよって、もし仮に誰かが言ったとして、この時代ですよ。それが、ソーシャルメディアで誰かが言ったら、これ、めちゃくちゃ大問題になる。でね、い、まあ、一昔前って言い方しますけれども、例えば、プロダクション側とテレビ、えー、局側ってね、間違いなくテレビ局の方が上だったの。 ハード側が強かったの。要はあ、プロダクションがお願いします、えー、出してくださいっていうような状況だったの。ただ、近年、プロダクションの力がめちゃくちゃ強くなってったの。めちゃくちゃ強くなってっ。で、この構図はあります。とはいえ、今、いろいろ問題がある中、えー、こんなものが表になったら、もう、吉本工業さんのこのバッシングに絶対に繋がるじゃないですか。 だから、そんなことを公に僕言うってことは、ちょっと今の現段階では考えられないんですよね。だから、そのあたりをネットニュースで言ってる方は、ちょっと陰謀論的なところなんじゃないかな、っていうふうに思います。そして、最後の別の、今回の件に対しての別のネットニュース、最後読ませてください。えー、宮迫博之がテレビ復帰できない本当の理由、結局関係者が明かした。 宮迫さんはアンジャッシュ渡部さんや空手家入江さんとは決定的に違う点がっていうねニュースがあるわけです。ちょっと読みますね 5年ぶりとなるはずだった地上波復帰が幻と消えた元雨上がり決死隊の宮迫宏之さん。えー、これまでテレビへの未練を自身の YouTube 番組で公言してきた宮迫だが、どうやらそれは一方通行の片思いのようだとテレビ関係者が明かす。宮迫は歓爆できない本当の理由とはということなんですけれども、まあ、先ほども言いました千葉テレビが5月30日宮迫さんが収録に参加した番組について、 えー、事前通告もなく外部の制作会社によって制作されたものです。よって当番組の放送の予定はありませんと公式ホームページで表明したんですよね。だからこの事前の通告もなくっていうところがやっぱり引っかかって、要はこのホームページで千葉テレビさんがあの公式で表明する 数日前に、うーん、納品されてるわけですからね、その収録分のね、テープは。だから、と考えるとね、だから、うん、まあ、言ってることはわかるんですけれども、ん事前にっていうのは、多分、その前の、要は、キャスティングも含めて、この段階での、 話をしていると思いますけどね。で、制作会社によれば5月22日の時点で、千葉テレビ側への納品は完了していたと。で、放送確定と考えたようです。まあ、放送確定と考えるよね。で、あと、現場でも話し合ってると思うんだけどな。しかし、業界内で宮迫さんの大チョンボを指摘する声が少なくない。宮迫さんにすれば事前 PR のつもりだったかもしれませんが、放送前に出演者の YouTube 内で番組の打ち合わせや収録の様子など公開されて、不快に思わない曲はない。 うん、それを見た一般視聴者から千葉テレビ側へ問い合わせの電話があったというの話もあるんです、と、えー。で、宮迫さんへの不信とリスケッチの観点から今回の異例の決定が下されたのではないかという関係者の、まあ、お話があると。だから、ここ一つ通っても、放送前に出演者の YouTube 内で番組の打ち合わせ収録の様子など公開されて、不快に思う曲はないってことじゃないですか。で、ちょっとこの件に関して宮迫さんがまあ叩かれてるというか、先ほども言ったように、勇み足じゃねえかって言われている件に関しては、 僕は制作会社との話し合いが終わってるわけでで結局、えー、制作会社さんのテレビ番組に出演するときって局の方と打ち合わせ触れ合うってことってないときもう全くないときもあるんですよだから現場に行ったらあディレクターですプロデューサーですって、まあ、例えば名刺いただいたりするけども制作会社の方だったりするんですよだから演者とするならばその方がディレクターでありその方がプロデューサーなんですよ ただ曲のプロデューサーもいるっていうこのちょっとややこしい、えー、状況がま前提としてはあると思いますけどもねでこれで宮迫さんの地上波復帰はさらに遠のいたとも囁かれるが実は宮迫さんの地上波復帰などそもそも真面目に考える段階にすら来てなかったという話もあると で、渡部さんと伊礼君との違いってことなんですけども、まあ、千葉テレビといえば不倫騒動で、えー、活動自粛していたアンジャッシュの渡部健さんを冠番組白黒アンジャッシュでいち早く復帰させた過去があると。そうですね。で制作会社や宮迫さんも放送実現に疑いを持たなかったのかもしれない。ただ、スキャンダルで、えー、失墜した点は同じでも、二人には大きな違いがある。 不倫が原因の渡部さんに対して宮迫さんは反社が関わる闇営業という問題だった。 さらに、渡辺さんは記者会見を開いて、えー、無様な姿をさらした後、文字通りどん底まで落ちた。一方の宮迫さんも会見を開いて謝罪をしましたが、途中から吉本工業の圧力の話を持ち出し、自分も被害者だと言わんばかりの態度を見せた。問題の終点がぼやけてしまった。焦点がぼやけてしまった。宮迫さんがどこまで真摯に反省してるのか見えづらい関係となりました。だからこれって、 結局、あのー、視聴者というかあ、一般の方々の印象が宮迫さんに対して、 まあ悪かったっていう、まあまあ話ですよね。だ具体的に出演が OK、ケ、OK、ーじゃないかという話とは、また実は違うと思うんだけど、その後も渡辺さんと宮迫さんでは対応が分かれた。渡辺さんは一切の活動を自粛して表、えー、舞台から姿を消したが、宮迫さんは2019年7月に吉本工業から契約解除されると、その半年後に YouTube 活動を開始、騒動に巻き込まれた後輩芸人たちがまだ再出発に、 苦闘している中での YouTuber への転身だった。ここも正直宮迫さんいろいろ言われていましたよね。でえ、僕が聞いたのは、要は闇営業問題がありましたと。で、これはもう皆さんが語ってるけれども、えー、空手家の入江君が人脈が広くて、で、とある会社のパーティーで出てくれよってことをまあ言って、で、宮迫さん出るよとで。そこでギャランティーが発生したと。でそこに、えー、え反射の方々がいたと。 で、入江くんは、いち早く吉本工業を解雇された。で、宮迫さんは、周りに、えー、論文のりさんも含めてですよ。要は、ギャランティーをいただいていたにもかかわらず、お金はもらってないってことにしようっていうことで、まあ、口裏をこう、合わせるような形をとって、で、なおかつ、えー、くんと、 宮迫さんは、まあ、記者会見を行ったって、あのまま一連のこの経緯があるじゃないですか。で、その後、えー、YouTube はちょっとやめとこうっていう周りの意見もあった中、いやいや、このままではってことで、自らの YouTube を解説した一説には、その YouTube 解説したっていうところで、蛍原さんがもうちょっとやっていけないっていうことで、解散になったっていう話もあります。おそらくそういうことなんでしょう。 赤カさんまさんのバックアップも実はあった。でもそういうことを全部保護にして、えー、自分で突き進んだ。そこが、いろいろな方々の不満につながった。で、 ま、用語じゃないけれども、闇営業問題で自粛していた他の芸人さんたちがいたわけじゃないですか。で、そこに、宮迫さん自分で YouTube やってるならば出演させればいいのに、みたいなことを言ってる方々もいたけれども、宮迫さんからすれば当然それは頭にあったんだけれども、 やはり、この、基本的に、その闇営業問題に出ていた芸人さんは、当時、まあ、何人か辞められてますけれども、吉本工業所属なわけだから、吉本さんにお話をつけなければいけなく、そこが OK にならなか、ならないならば、吉本を辞めた宮迫さんの YouTube に、吉本の芸人さんが出場、出演できないっていう経緯があったとも言われています。だから、宮迫さんからすると、いや、本当は闇営業問題で自粛してる子たち、後輩たち、自分の YouTube 出したいんだけれども、 そこは出せなかったという背景があるから、その点に関して、まあ、宮迫さんを、こう、ちょっとこう、責めるのは、ちょっと、うん、うん、まあ、かわいそうというか、まあ、後輩ながらちょっとね、偉そうですけども、かわいそうかな、なんていうふうにも思います。でさ、最近さ、ここ書いてあるけど、闇営業問題で吉本をクビになった空手家の入江さんが、4月、フジテレビの深夜番組で5年ぶりとなる地上波復帰を果たしたと。で、宮迫さんは入江さんとも決定的に違う。闇営業問題はそもそも入江 さんに持ち込まれた案件だったため、えー、騒動の現況を通して 激しいバウチングを受けた。その責任を痛感したヒデさんは、騒動後、芸能界から身を引き、えー、ハウスクリーニング会社を立ち上げる道を選んだ。退路をったヒデさんに比べて、契約解除後も、テレビ復帰への思いを隠そうとしない宮坂さんに対して、本当に禊そぎを済ませたと言えるのかといった声は、未だに消えない。だから、これも結局印象なんだよね。実際に、まあ、その、うん なんか、だから、アンチが多いっていう、ことなのかもしれないけれども。で、えー、先ほども言ったように、僕は吉本工業側から千葉テレビに出すななんていうことを今絶対に言わないと思う。まあ、それほど関わりもそんなに多くないとは思うし、そんなことがバレたらっていうふうにも思う。あと、宮迫さんが、ああ、自分の YouTube でイサミヤシ的に広告してしまったこと、要は、ああ、 その裏側を配信したことが問題。直接的な問題というか、それが倫理的に問題があったとは思わない。ただ、やっぱり今回のものは、問題は、宮迫さん以前の、この、うんやっぱうん、制作会社と、千葉テレビ側からの、やっぱり問題なんじゃないかなっていうふうにも、まあまあ思うんですよね。で、これニュースで行くと、最後え、最近の霜降り明星粗品さんとのバトルで、 てなんが先輩じゃないなどと辛辣な言葉を浴びせると、宮迫さんはテレビに出て行った時の俺を超えてから言え、これね。お前、アメトークみたいな番組作ったけと噛みついたと。過去の栄光を引きずるのは仕方ないかもしれませんが、あれでは老害と批判されても仕方がない。そもそも闇営業問題が炎上したのは 宮迫さんが当初、金銭は受け取っていないと嘘をついたことに始まる。口は災いのものとの教訓が生かされてないように、まあ、映りますと。で、元相方の蛍原さんとの関係修復も済んでいない。復帰の前提の一つにコンビ仲の復活を告げるテレビ関係者は多い。うん、そうかな。おそらくそこが不透明なため、芸人仲間からのカンバックに向けた支援の輪も広がらないということですね。 うーん宮迫さん、僕は、えー、何、に、3回ぐらい、テレビで共演させていただいてますけれども、まあ現場でなんか嫌な思いしたことはないですし、えー、声も小さく非常に穏やかな方です。ただ、まあなんかこんなに 酒場で、まあ、お酒飲まれるでしょうけれども、ちょっとこの、まあ、昭和の飲み方というかね、あのー、ちょっとね、えー、なんでしょうかね、まあ、お酒に、こう、酔われるみたいな話は、もちろん聞いたことは何度も、あります。それはある。でも、それは宮迫さんに限った話じゃないじゃないですか。で、宮迫さんのこの、その、なんだろうな、ナルシストエピソードみたいなことも、ま、当然聞いたことがある。でもさ、で今回とかで言うならば、ほら、例えばさ、 ないないの、オールナイトニッポンでね、あの、岡村さんと岩部さんがこの件についてもちょっと触れてるけれども、やっぱりあの、アメトークみたいな番組作ったのかって宮迫さんが言って、で、岡村さんが、いやいや、それは言っちゃいけないでしょと、自分一人で作ってるわけじゃないんだと、それは、あ ホトハラさんもいて、ゲストもいて、もちろん家事プロデューサーもいて、皆さんで作ってるんだから、なんか俺一人がアメトーク作ったみたいな言い方はやっぱりしない方がいいし、誰かに言われるんだったらば、まあまあまあって言えばいい、みたいな話をした時に、矢部さんはそういう人だから、そういうところを笑えばいいっていうようなまあ言い方をしてた。まあ宮迫さんとね、えー、岡村さんっていうのは、まあ天然素材グループの頃から、めちゃくちゃ仲が良くて、毎日一緒にいたんだけれど もまあっってちょっとこじれてで今、今、連絡しづらい関係にあるってことは、まあ、ご本人も言ってるから、まあ、そういった部分もちょっと、まあ、あるよねと。で、粗品さんの件、まあ、オールナイトニッポンでもね、あのー、今回のその、件に関して、アメトーークのとか、お前作ったのか、だとか、えー、俺がテレビに出ている頃の、 存在を抜いてから言えみたいな、文句言えみたいな。でもあれって弱、要は、いわゆるその、そのひかるさんという方のね、YouTuber の、あー、バースデーパーティーみたいなとこで、壇上で、まあまあ、ちょっと煽られて、こう言ってるわけじゃないですか。だからはっきり言って、これは、本人に言ってもいいけど、ひかるさんに利用されてるわけじゃないですか。いやいや、本当に本当に。いやいや、だからこの、お祭りなんですよ。お祭り。ひかるさんとかからすれば、巻きどんどん組めてんすよ。で、 これは非常に僕的にはこの一点に関しては残念なんだけど、なんかあの宮迫さんがそのヒさんという方の犬じゃんかとか言われるのを見ると、僕は2、3回しか仕事したことないし、直接的な関係はないけど、でもこれはね、やっぱりね、残念。僕の個人的な意味合いだと。で、ヒさんはもう自分のためにやってるわけだから、別に光さんをこう、何やってんだって思うつ言うつもりも全くないけれども、でもそこが、 まあ、弱肉強食というか、そこで、え、コラボレーションすることによって、まあ何、何えー、自分の YouTube が盛り上がるだとか、全くね、ニュースにならない状況になったら、あとはね、なんか悲しい、その、結末が、ね、一回、 こうトップ、芸能界の、こうね、うん、いただきみたいなとこ見た人だからこそ、まあ、残念なのかなと思うけど、だから、粗品さんも今回のね、あの、その、アメトークの件とかの、うーん作ったのか、みたいなやつでもうよだれ垂らして笑った、みたいなことを、あー、ラジオで言ってたし、で、光カさんも多分そこだけじゃないなと思ったんでしょうね、聖夜さん、まあ、YouTube 動画で霜降りが話してるときに、あのー、 いやいや、何でもいいけど、あの帽子が格好悪かったみたいな、似合ってなかったみたいな、えー、なんかその矛先変えて、だよは、あの、粗品さんだけじゃなく、聖ヤさんもちょっと攻撃して、で、この、まあ、対立になってるわけですよ。で、俺の YouTube 出ろとか。で、やっぱりこういうことが、ワンサがワンサがこうなる、ん、じゃないですか。だから、これ、今回最後ね、ちょっと今ネットニュースも含めて、二つの話しちゃったけども、結局、うん、粗品さんと、 あせいやさん、ま、あもふりさんと、ま、あ宮ささん、光さんとの、まあ、このネット、YouTube を通して、この、まあ、あ口喧嘩みたいな、ああ、この状況と、千葉テレビに、宮迫さんが、ドタキャンされたっていう件は、ちょっと大きく別ね。大きく別。で、こっちは、まあ、こっちであるんだけれども、まあ、今回は、だから、え、最後まとめると、 やっぱり、宮底さんがかなり責められてる部分もあるけれどもうん、誰が悪いというわけじゃないけれども、やっぱり制作者、制作会社が、千葉テレビさんへのこの事前のこの報告みたいなものを、いや、だからまあ、TKO の木本さんも OK だったし、話題になったでしょと。 だから大丈夫じゃんって思ったととともに、宣伝だとか拡散だとか宮迫さんしてくださいとかで、えー、X だとか YouTube だとかで、宮迫さんは良かれと思って。で、ウィンウィンだから。もちろんそこで自分も話題になるし、で、地上波復帰果たしたぞってことも言いたいわけで。ということで、えー、制作者サイドの意向を組んだんだけども、千葉テレビさんからすると、いやいや、その話聞いてないと。で、コンプラ会社を通して納品されたけども、これどうすると。 放送するまあ、いいか。なんて言ったら、宮迫さんの YouTube がドーンって上がったら、おそらく視聴者からクレームが入って、まあ、匠の教室みたいな、いやいや、その、反社と関わりがあった方との、みたいな話にこうなったのかもしれない。で、いやいや、これはちょっと問題だぞと、んなんか、いろいろ、仮想通貨どのコーナーだとかあ、なんか、不倫がどのコーナーとかじゃなくて、反社っていうところと付き合いがあった。でも、 それは昔のことだし、宮迫さんが、そこは、やっぱり擁護したいけど、ほら、自ら、ああ、接触を持ったというか、たまたまそこにいたっていうことではあるんでしょで、その後の、例えば、お金もらってた、ギャラもらってたのに、もらってないって嘘ついたとか、吉本さんとのこの、争いとかは僕は知らない。けど、 まあ今回の経理会社はちょっとね、宮迫さんも若干被害者なのかななんていうことをほんのり思った。でも、まあ、もちろん100%どうのこうのっていうわけではないですけどね。今日ちょっと動画長くなりました。最終的に答えはない。答えはないけれども、宮迫さんの問題というよりか制作会社と千葉テレビの問題なんじゃないかなっていうのが僕の今のところの考えでございました。というわけで今日は宮迫さんが地上波テレビ復活すると思いきや、 えー、ドタキャンされたという、えー、エンタメニュースについて語りました。えー、ことぶきエンタメ、えー、同好会、えー、毎日、まあ、ほぼ毎日、平日2時4時までに、えー、1本、えー、エンタメニュース取り上げてお話ししてますんで、チャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いいたします。以上、ことぶきつかさでした。